前田さん、お久しぶりです。お久しぶりです。コラボという形なんですけども、はい、年末のこのトークショーをやったんですけども、藤原さんはいつも下ネタばっかで、つまんな感じなんですか？そう。今日まだマシなことやる。マシですか？もう、ほぼ外に出たら、多分長谷先生状態になりそうな、なんか禁止用語。え、長谷はあんな感じなの？いや、長谷選手はオリンピックかなんかのやってたじゃないですか。で、そこで党の会合で、まあネタでそういう話をいつもやるらしいんですよ、うん、でそれをちょっと言ったら、それがリークされちゃった。うわ、内閣機密費を使ってオリンピックを招聘したアホだね、あいつもね。なんかもいや、だから今日の会話、ちょっと外に出たら、なんかみんな危ないですよ。前でも半分ちょっとやっぱりレッサーってバカだなって終わる話はやっぱり大丈夫ですね。超能ネットワーク、ぜひご覧ください。 I am 超能、カモン。日本で報道してることはほとんど嘘なんてわかるんですよ。なんでかっていうと、ホテルのロビーその素人買収風だらけですよ。何百人いてんだよ。それじゃあ問題ないわけですよ。帰ってきて、で帰りをして頑張ろうけどさ。今年はまあもう2023年がもうそろそろ終わるということなんですけど、はい、まず2023なんか振り返って、世界観的なまあ、ウクライナだとか、そっちの方の意見もあまりこう飛び出さないレベルの範囲の意見もちょっと聞いたんですけど、日本で報道してることは、ことはもうほとんど嘘だなんてわかるんですよ。なんでかっていうと、リングスの時代にロシアといろいろ交流があったでしょ、はい、でその頃に日本にいるロシア人留学生でだったやつを何人か通訳と伝ったりしたんだよ、はい、でそいつらが戻ってロシアで起業家とかになったりしてんだよ、はい、どうなってんの話は全然違う話、はい、日本で言われてるの。なんかそのなんかプーチンに対する反対だとか、うん、国内が不安定になってるとか、うん、っていうことではないんですか？全然違うんだよ。話がね、根本から違うんだよ。根本から、はい、もう言い出したら聞いてないから、はい、でもなんとなくちょっと勉強したら、別にウクライナが急にやったんじゃなくて、その前から合意があって、それでもあれはもうアメリカで戦争もうさ、ロシアに戦争してほしいから、はい、もうどんどん、まあ、手を変えしなくは嫌がらせしたの、ずっとですよね、うん、リングスはもうウクライナとかもうロシア系の選手、そう、当時はだから当時はリングスロシアで、はい、だからまあウクライナもほぼもう一心同体でかかったからね、はい、うん、あっちからの選手も多かったし、あ、前田さんがもう行った時はロシアからソビエトがもうロシアに変わってる時ですか？いや、俺が91年行ったその年にクーデターがあって、はい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 、なんていうの、ゴルバチェフからあれに変わったんだよ、はいはい、なんていうの、ゴルバチェフの後のやつ、大統領、何歳かやつ、あれですよね、レーニンじゃなくて、そうそう、酔っ払いのおっさん、あの金髪の、そうそう、白髪ってから、結構背の高い、そう、はいはいはい、あれがね、はっきり言ってね、はい、もうアメリカのユダヤ資本の言いなりで、はい、国をね、分割していっぱい売っちゃったんですよ、いろんな権利を、はい、もうエネルギーとか支援とかさ、売っちゃった。で、プーチン何やったかって、それを取り戻したんですよ。ああ、そうですよね、なんか自分の国を取り戻したんですよ。で、それアメリカ気に食わないんだよ。で、もうアメリカ、プーチンをなんとか疲弊させて、外して、またその時代と同じような自分たちの言うことを聞く衛星大統領が欲しいんでね、うん、で、なんでかってロシアって本当はね、あそこはね、超資源大国で、ロシアってまだね、未開の鉱山だとか、そのいっぱいあるんだよ。だってロシアってさ、全然、まあ、石油とか関係ないんだけど、ダイヤモンドあるでしょ、ダイヤモンド。あ、鉱山あるんですよ。ダイヤモンドって、実はね、ロシアが世界一取れるんだよ。あ、それなんか聞いたことあるんですよ。ロシア、世界一取れる。ダイヤモンドって本当はね、ルビーとかサファイアと同じぐらいいっぱい取れるんだ、本当は、うん、いっぱい取れるんだけど、あれデビアさん全部混んで、うん、で、もったいぶってここを、で、なんとか価格を解決してやってるんだよ。それ崩れると嫌だから、
デビューとかもやってる。あとチタニウムって言ってあるじゃん、チタンって。チタン、はい、なんか戦闘機の 最新のやつ飛ばすために軽くて熱にも強くて強度も強い、ジュラルミンよりもはるかにいい。でロケットとか最新の戦闘機とか、あれロシアがほぼしてくれないんだよ、ほぼ。そうなんですか。そうで、アメリカの SR-71 っていう偵察機作ったり、あれはね、チタン製でね、ロシアから。あ、じゃあアメリカ作れない。作れなかった。ロシアって車どうなんですか。車はね、なんかね、なんかでもでかい、その空戦とか乗り用のすごい車作ってる。俺がいいところはね、1950年代にトライバントっていうね、ロシアの国産の車があって、はい、なんか見たら昭和30年代の、昭和30年代のクラウンカーみたいなのが分かる。じゃあちょっとずつ良くなってるんだよね。良くなってるのと、あともう一つは、これね、リングスの関係者も関係してるんだけど、はい、何かっていうとね、当時俺が行ったロシアっていうのはどういう状況だったらね、ハイパーに行って。俺今でも覚えてるよ、1991年9月に行ったんですよ。9月1日にロシア行ったんですね。でね、その空港でエクスチェンジで円からドルにして、ドルからまたルーブルにしなきゃいけないんだけど、まあ、ドルからルーブルの時に初日空港でやったらね、3500ルーブルぐらいだったんだ。それがね、1週間だったら、91年当時で1週間で5700ルーブルだった。倍ぐらいになっちゃった。そう、もうそんなハイパイぐらい。でも物がないんですよ。で、そう、で経済こんなになって、で大変だったんだね。でね、キャビアあるじゃん、ベルーガの青缶って一番いいやつ、こんなん。今こんなんで何枚もそうでしょ。それがね、あれカスピ海で取れるんですよ。でカスピ海の残りはグルジアがあってさ、今のジョージアって、ジョージアって。でそこからも選手いっぱいあったから、行った時に、このベルーガの、なんかもう、最高級のこんな、この青缶って、あの缶詰のこんなやつがあったんですよ、こんなやつが。1キロぐらい入ったやつが。1ドル。1ドル。それ多分何百ドルもするやつですよね、もうアメリカとか日本に来たら。日本ってこんなでかいです。こんなんで何万だよ。ああ、そうか、そうっすよ。こんなん何十グラムで何万だよ。いや、もう何十万。1ぐらい入ったら、もう下手したら100万ぐらいですよ。でね、俺、あれロシアに行ったんだよ。お前ね、それを持ってこいって言った。はい。で、持ってきてね、日本かどっかで貨物船チャーターして、それを売ったお金で、当時ね、90年代初め、当時ね、日本で、ね、中古車って10年落ちぐらいです。10年以上売っちゃうと、はい、もうね、5万10万で車買えたんですよ、はいはい、なんか、はい、ほんでね、あとフルタイヤ、はい、フルタイヤってね、廃棄してもらうときこれしてもらう方がこれ払わなかった。それをね、死ぬほどもない、はい、なんでかってロシアはね、全部再生タイヤなんです。あ、自分たちこう直すんですよね。そうそう、ゴムつけるんだよ、自分たち、はいはいはい、でそういう技術がもうすごいんですよ、はい、だからね、キャビアを売ったお金で、はい、中古車と再生タイヤを貨物船にいっぱいにして、ウラジオストクに行って売って、金にして、で、またその金でキャビアを買って、ってそういうのやれです。で、んで、ロシア1位ね、アホみたいに日本車走ったんですよ。日本の中古車。またそこになんか少し絡むの？いや、俺はそれに絡まなかったけど、まあ、いや、そうやってやったらどうやって、本当にやったって言ったんだよ。で、今大阪大金持ちの人たちだよ、そいつ、確か。なんかもうリングスで目いっぱいで現役だしさ、リングスまでそれも もう手が真ん中でさ。でも、まずなんかそれ貿易系なんかと結構となんかこう上手そうな感じ。まあね、まあまあアイディアは浮かぶんだけど、はい、実行力はないから、いつも大学に行ったんだけど。でもやっぱそのロシアのグルジアだとか、そのウクライナとかやっぱりエリアによって気質全然違うんですよ。違う。どこの選手がやっぱ荒いんですか。格闘技に関してはね、グルジア人が一番強かったんですね。あ、ロシアでは。もうあれですよね、半分のなんかあのアラビア系みたいな感じの。グルジア人っていうのはね、あの古代ギリシャってあったじゃん、はい、オリンピック発祥の、はい、古代ギリシャ、はい、あのギリシャ神話の時代のギリシャに住んだ人間の子孫がグルジアにいるんですよ。直系の子孫が。あ、こっちに移ってきた。そう、移ってきた。で、今のギリシャには、あの古代ギリシャの民族はいないんですよ。あ、そうなんですか。だから、ほぼグルジアと。あ、でもなんかそんな顔してますよね。そう、ほぼグルジアと、あとちょっとあのブルガリア連盟で、古代ギリシャの直系が。え、あとなんかロシアのどっかは、なんか世界で一番あの
のこう女性が綺麗だって言ったのあれどうでしょう、あれはグルジアですか、あれはウクライナですよ、あウクライナですか、ウクライナ、あウクライナですかって言うんだけど、はい、ロシアってどんな田舎行っても、はい、ハリウッド女優が一番綺麗かった頃の、はい、50年代60年代の、はい、なんでエリザベス・テイラーが出んねんとかさ、はいはい、なんでマリリン・モンローがいんねんみたいなさ、えそんな街の中にもう金星がいるんですか、そういや金星しかいないんだよ、マジですか、マジだよ、ウクライナ、うん、俺で俺 その頃もロシア経済疲弊してて、はい、で共産党が泊まる、党員が泊まるスポーツホテル、はい、スポーツマンホテルって友達泊まって、はい、で行ったらもうホテルのロビーなんかもうその素人売春婦だらけですよ、はい、何百人でいいんだよ、でね、みんなね絶世の美女なんだよ全員が、はい、一人一人ブスなんかおれへんねん、はい、普通さえおれへん、はい、もうねもうハリウッド女優クラスだでね、まあ、その時のリング設立のために行ってるからさ、まあ、行きはちょっとやめとこうと思ってさ、はいはい、まあ、あんまそれじゃあんま言わないわけですよ、ね、帰ってきて、はい、で帰りはちょっと頑張ろうと思ってさ、まあ、2日泊まる予定がさ、はい、最初の1日、はい、いや、前さんこれ使えないんじゃないですか、ね、あの、さらこれは使えなくなるんで、あの、どうあのロシアとかウクライナ で、 あであの東洋人、日本人っていうのはあのどうなんですか、どういう見られ方されるの、東洋人、日本人はやっぱりね、あのロシアでは、ね、尊敬されてますよ、やっぱりあの武道、あの柔道とか伝えたって言うんで、俺多分西洋諸国の外人で気質的にね一番日本人とあの個人の関係でね気が合うのは俺ロシア人、あいつらはね義理人情があるんですよ、あそうですか、ロシア人ってねなんかね面白いのがね、もう最初のね2年3年はねじっとそいつを見てんだよね、でこいつは信用できるやつかと約束を守るやつかと、でそれ2、3人経って、あ、こいつはもう大丈夫だって分かった瞬間ね、もういきなりベターってこんな付き合いになっちゃうんだよ、本当に、なんかもうね、もう兄弟、家族みたいなね、扱いするんだよね、なんか、でも今のロシアはなんかもう、すごいですよね、多分モスクワとかなんかもう、ニューヨークみたいな感じですよね、だから俺が行った頃の、91年に行ったペレストレから真っ最中で、うん、空港でもなんでもボロくてさ、うん、もう電気は、電気の玉は壊れてるしさ。薄暗くてさ、ほんで商品がないのに、ね、人だけなんかもう並んでるさ、何百人も並んでるみたいなさ、はいはい、そういう状況だったんで、まずもしこの先なんか海外どっか行きたいところってどうですか、どっかな、ドイツもねちょっと行ってみたいと思うんで、ね、なんかねドイツもね、あじゃあドイツ行ってるんですか、ドイツ、あいやドイツだから船木を引っ張るときにドイツに行っておられるんですよ、ハノーバーからですね、うん、で前田さんも本当ハノーバーに行く予定もあったんですよ、予定あったんですよ、直前に日本に引っ張られたんで、そんな感じであの、また多分こういう機会でまたトークショーがあると思うので、はい、またよろしくお願いします、ありがとうございました、蝶野ちゃん登録よろしくお願いします、アイアンチョー